チャールズ・エイ・バレット・ティルソンは、アメリカ合衆国入りの異クッ国ク軍、ウィルメット出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のピッツバーグパイレーツ参加所属。2011年の MLB ドラフト2巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・カージナルスで、プロデビュー。アパラジアン・リーグのルーキー級、 ジョンソンシティカージナルスでもプレイし、2球団合計で8試合に出場して打率。333?5 打点、1盗塁を記録た。2012年は、右肩の手術のため、全球した。2013年は、A 級ピオリアチーフスと、A 級パームビーチカージナルスでプレイし、2球団合計で109試合に出場して打率。302、4本塁打、30打点。 15盗塁を記録した。2014年は A 級パームビーチと AA 級スプリングフィールド、カージナルスでプレーし、2球団合計で120試合に出場して打率。289,7本塁打、53打点、12盗塁を記録した。2015年は AA 級スプリングフィールドでプレーし、134試合に出場して打率。295,4本塁打。 32打点、46盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐためにカージナルスの40人枠入りした。2016年は開幕からトリプル A 級メンフィスレッドバーズでプレーし、100試合に出場して打率。282、4本塁だ。 34打点、15盗塁を記録した。2016年7月31日にザック、デュークとのトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍した。直後の8月2日にメジャー初昇格を果たすと、同日のデトロイトダイガース戦にて8番、中堅守で先発出場してメジャー初打席で初安打を放った。だが、5回裏に、 ミゲル・カブレラが放った宇宙間への打球をダイビングキャッチしようとした際、左のハムストリングを痛めて途中退場して故障者リスト入り、以降の出場はなくこの1試合でシーズン終了となった。2019年1月10日にジョン・ジェイの加入に伴ってディエフェとなり、16日にマイナー契約で参加のトリプル A 級シャーロット・ナイツへ配属された。 シーズン開幕後、5月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は54試合に出場して打率、229、1本塁打12打点、4盗塁を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月3日にマイナー契約でトリプル A 級シャーロットへ配属され、翌4日に FA となった。2020年1月31日に、 ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。